えー、業務用食品スーパーアミカで買い物してきたんで、えー、紹介したいと思います全国的には、えー、業務用のこういうスーパーっていうと業務スーパーっていうのがあるんですけど、えー、岐阜県とか愛知県北部の人には、えー、アミカっていうところね、えー 馴染みがあると思いますで私も岐阜県の住民なんで、えーまあ、全国的に言うと業務スーパーと同じような形態のねアミカで今日買い物してきました、えー、こちらの段ボール箱に入ってるのが商品です、えー、まずは、えー、カルビーの業務用ポテトチップス こちらの方が、えー、1 8 8ム入って、えー、いくらだ、えー、300円これから、えー、ミニブロッコリー、ね、冷凍ですで3、えー、色ピーマンスライスこれが237円、えー、さっきのミニブロッコリーは213円ですね でえー、冷凍玉ねぎみじん切り、ねえー、こちらの方は135円結構入ってますよこれ5 0 0ムそれから同じく玉ねぎスライスこれも5 0 0ム入って、えー、こちらのは237円、えー、レンコン乱切り、ねえー、こちら 500g 入って、えー、レンコンはいくらだ205円それからこちらサクッと揚がる天ぷら粉ねまあ分かりづらいんですけど冷凍カット野菜ですね、えー、こちらの方をたくさん買っといたぞということですあのー、当然普段はね新鮮な野菜なんかも購入するんですけどこういうのが家にあると非常に便利なんで えーねえー、業務用のこれはまあ業務用というかね業務,業務用食品スーパーアミカで、えー、食材とそれからねまあ私の趣味趣向でポテトチップスねこれも業務用があったんで買ってきました。